西洋音切りは、音切り創家音切り創属の多年創である。英語におけるセント・ジョーンズ・ワートは、本種の一般名だが、様々な就職語とともに、音切り創属の多種を指すこともあり、英語ではそれらと区別するために、本種を、コモンストリート・ジョーンズ・ワートと呼ぶ場合もある。西洋音切りは、リンネの植物の種で記載された植物の一つである。 西洋音切りは黄色い花を咲かせる、根茎性の多年草であり、ヨーロッパに自生し、後にアメリカへも伝播し多くの草地で野生化している。西洋羽の日の頃までに花が咲き、伝統的にその日に収穫されたためその名がついた。地上部全体が枯られ乾燥させられハーブティーとして用いられる。そのハーブティーは、若干苦いものの試行品としてまた、 その薬理的性質のため長い間移行されてきた。種商業のパフォータムは光にかざすと見える葉にある小さな窓に由来する。旧植物園系データベースプランツオブザワールドオンラインは亜種として以下のものを認めている。西洋音切りが商業的に栽培されている地域はあるものの20以上の国では独創としてリストされている。 家畜による摂取は、光過敏感反応、中枢神経抑圧、流産または最悪死をもたらす場合もある。西洋音切りの除草剤には2、4、D、ピクロラム、グリーホサートが有効である。生物的駆除の目的で、音切り草類を食べることで知られる3種のカブトムシが、北米西部で使われている。セント・ジョーンズワートの医療的利用の最初の記録は、 古代ギリシアにまで遡り、以来利用されてきている。またネイティブアメリカンも人工妊娠中絶薬抗炎症剤、修炼剤消毒剤として使用してきた。現代医学において、標準的なセント・ジョーンズワートの抽出物は、うつ病や不安障害の一般的な処置として用いられている。ホメオパシーにおいては、多くの医学的な問題に対する処置として、 用いられるが、その効果のほどは正確には記載されていない。歴史的には、セント・ジョーンズワートの花や茎は赤や黄色の色素を作るために用いられてきた。今日セント・ジョーンズワートは鬱病への処置法として最も知られている。ドイツをはじめいくつかの国では、軽度の鬱に対して従来の抗鬱薬より広く処方されている。標準的な抽出物は、 タブレット、カプセル、ティーバッグとして、一般の薬局等で購入することが可能である。欧州では、伝統的医薬品として流通しているが、日本においては、薬事法上、薬効を標榜しない限りは、食品扱いであり、ハーブとして市販されている。しかし、多くの薬物と相互作用をするので、厚生労働省からも注意が必要であると、喚起されている。 セント・ジョーンズ・ワートについての臨床研究は、うつ病に対する効果を調査したものが多い。その結論は、現在のところ正否様々である。軽症から中等症のうつに対して有効でかつ、従来の抗うつ薬よりも、副作用が少ないとするイギリスの、診療ガイドラインにおける合意がある一方で、疑惑以上の効果は見られないとするアメリカで行われた、研究もある。 英国国立医療技術評価機構の2009年のうつ病に対する診療ガイドラインは軽症から中等症のうつ病に対し危険性が利益を上回るため抗うつ薬は使用してはならないがセント・ジョーンズワートには利益がある可能性があるという証拠が存在するとしている。国蘭レビューによる2008年の報告は以下のように結論している。 うつ病患者に対して、疑薬群より優れた効果を示す。標準的な抗うつ薬と同等に効果がある。標準的な抗うつ薬と比較して、副作用が小さい。なお、以下の点が解釈を複雑にしていると記されている。厳密な臨床試験では、疑薬群に対する優位性が、より質の低い臨床試験に比べ小さくなる。 ことセント・ジョーンズ・ワートに効果があるとする報告がほぼ、ドイツ語圏からの報告であること1996年の初期のメタアナリシスでは、セント・ジョーンズ・ワートの抽出物は、軽症から中等症のうつ病に対して疑薬より、優位に有効であると報告された。この研究は、23個のより小規模な先行研究を、メタアナリシスしたものである。このメタアナリシスは、 後とに27の研究を含めるように改訂され、国論レビューへ掲載された。この改訂されたレビューは、セント・ジョーンズワートの抽出物は偽薬に優位に勝り、標準的な抗うつ薬と同等の有効性であると、した。包眼する研究をより厳密な基準により選んだ1999年の別のメタアナリシスでは、セント・ジョーンズワートは偽薬より効果があり、 三関係抗うつ剤と同等の効果がある一方で、悪影響が少ないことを見出した。1998年と1999年の二つの多施設並行研究でも、疑薬以上の有効性、標準的抗うつ剤と同等の効果、より少ない副作用などを示している。米国国立衛生研究所に属する米国国立保管大大医療センターや、 その他の機関はうつ病に対しては、セント・ジョーンズ・ワートは、疑悪と比較して極めて小さい効果しか示さないか、あるいは全く効果を示さないとしている。これらの結論は、エンシカムによって行われた、大規模な臨床試験の結果に基づいている。この研究は、DSM-4 に基づいて、大うつ病性障害と診断された340人の患者を対象に、 ハミルトン鬱病評価尺度と臨床全般認証尺度を症状評価尺度としても用いた多施設無作為二重盲検儀薬対象試験である。対象としてセルトラリンと偽薬を用いている。その結果、セント・ジョーンズ・ワーアートは中程度の鬱病に対して偽薬に比べて有効性があることは示されなかった。しかし、抗うつ薬のセルトラリンも偽薬に比べて有効性が あることは示されなかった。より軽度のうつ病における効果の調査が NIH により計画されていると記されている。代替医療についての他の多くの研究と同様に、これらの多くは方法論や研究デザインが不十分であり、有効性について結論付けることができない状態である。有効性を報告している研究者の一人も今後より、 精密な調査が必要であることを2003年の論文中で述べてられている。DSM-4 基準を満たした注意欠陥多動性障害 ADHD の小児及び青年に対してセント・ジョンズ・ワート 300mg による改善効果を検討した無作為比較試験では臨床的に有効な改善効果は認められなかった。ヒペルホリン・ヒペリシンハーブと 花は異なるポリフェノールを含んでいる。フラボノイド類、フェノール酸、ナフトジアントロン類、フロログルシノール類。ヒペリシン、プソイドヒペリシン並びに、ヒペルホリンは活性成分であると考えられている。その他精油成分も含まれている。セント・ジョーンズワートが機能する機構は正確には不明で、あるが、従来の選択的セロトニン再取り込み阻害薬系の 抗うつ薬と同様に、セロトニンの再吸収を阻害することが関係すると信じられている。セント・ジョーンズワートの主要な有効成分は、ハイパフォリンとヒペリシンだと考えられているが、フラボノイドやタンニンのような他の生理活性物質が関与している可能性もある。ハイパフォリンは、抗うつ作用の主要な有効成分だと信じられており、セロトニン、ドーパミン、 ノルアドレナリン、ガンマアミノラク酸グルタミン酸の取り込みを阻害することが示されている。容量反応関係の不一致からハイパフォリン以外の成分の関与も示唆されている。また、ハイパフォリンを含まないセント・ジョンズ・ワート抽出物が顕著な抗うつ作用を示すという報告もなされている。セント・ジョンズ・ワートの投与量は処方間で大きく、隔たりがあり、それは、 植物原料と調整過程の違いによるものである。臨床試験で一般的に用いられる投与量は1日あたり350から 1800mg である。英国ハーブ医学連合科学委員会により推薦されている様々な形態のセント・ジョーンズワートの容量は以下の通りである。標準化された抽出物を入手できない市場では ものによってその強度が大きく異なる。薬局で手に入る某ブランドのものは他のものより強い場合がある。また同じブランドでもバッチが異なると容量が異なる場合がある。標準化されたものが手に入る場所でもヘパフォリンが主要な活性成分だと考えられているためヒペリシンを基準に用いるのには議論がある。他の抗うつ薬と同様に セント・ジョーンズワートの効果を適切に評価するためには、最低4週間は取り続けなければならない。セント・ジョーンズワートは一般に良好な対応性を示し、プラセボと同程度の副作用しか示さない。報告されている最も一般的な副作用は、胃腸症状、めまい、意識混濁、ケンタル、鎮静である。また、ヒペリーシンは、 通常では日焼けを起こさないような状況でも日焼け様の症状を呈する抗戦過敏症の原因となることが知られているが通常の摂取量の範囲においてそれが起きることは非常に稀である。カンプとの作用を弱めるため抗がん剤のフォーフリー療法などの際は併用を避けるべきであるとされている。統合失調症を患っている人では 精神病症状悪化と関連があると思われる。セント・ジョーンズ・ワートは、シトクローム P450 酵素サイプ 3A4 を誘導することで、ジゴキシン、シクロスポリン、テオフィリン、インジナビル、ワルファリンなど、いくつもの薬物相互作用をすることが知られている。ハイパフォリンが主要な原因物質で、それが有効成分でもある。セント・ジョーンズ・ワートは、 ある種の薬物の量を体の中で減少させ、その薬物の効果を減じさせる作用がある。例えば、他の抗うつ薬、避妊薬、抗止血治療薬等抗転換薬は影響を受ける。ありがとうございます。